ケリーアン・エリザベース・コノェイは、第45代アメリカ合衆国大統領、ドナルド・トランプの大統領顧問、カウンセラーを務めた。所属政党は、共和党。2016年、アメリカ合衆国大統領選挙において、共和党トランプ陣営の選挙対策本部長を務め、候補者を当選に導いた初めての女性の大統領、選挙対策本部長となり、トランプ大統領就任と同時に、 大統領顧問の職に就いた。ニュージャージー州カムデンで運送会社を経営していたアイルランド系の父とイタリア系の母親との間に生まれる。3歳の時に両親は離婚し、その後は母と母方の祖母と馬のもとでニュージャージー州ウォーターォードタウンシップにて育つ。ニュージャージー州ハモントンの農場にて8年間に 渡って、夏の間のブルーベリーつまみの仕事に従事し、後に、人生とビジネスについては、すべてこの農場での経験から学んだと語るほど、多くの経験を積んだ。16歳で、ニュージャージー州のミスブルーベリープリンセス選ばれ、20歳の時には、世界ブルーベリー積み選手権で優勝した経験を持つ。1989年に、 トリニティワシントン大学の政治学部を修了し、1992年にはジョージワシントン大学法学部で法務博士号を得た。卒業後はコロンビア特別区裁判所の裁判官のロークラークを務めた。いくつかの共和党系のリサーチ会社で経験を積んだ後、1995年に自身の会社、ザ・ポーリング・カンパニーを設立。 消費者動向や女性に関する動向についてのコンサルティング業務を受け負う。当時の顧客には、米アメリカンエキスプレス社などが含まれる。政治活動に関連するコンサルティング業務では、会員議員、ジャック・ケンプや上院議員、フレッド・トンプソン、元副大統領ダンクエール、現副大統領マイク・ペンス等と関わりを持ち、政治解説者として、 数々のラジオやテレビに出演することとなる。2012年には、ニュート・ギングリッジの大統領選挙運動において、上級顧問として働いた。2016大統領選挙2016年、アメリカ合衆国大統領共和党予備選挙では、テッド・クルーズを支持し、支持団体の委員会委員長を務めた。この活動の中で、ドナルド・トランプ候補に対し、極端で保守的ではない。 そもそも候補者指名を望んでいないのではないか。他の候補者をブルドーザーで押しのけるかのように行動しているなどと公然に批判した。5月のクルーズの指名争い撤退を受けて組織を離れた。2016年7月1日、大統領選挙の共和党指名候補としてのトランプ候補の上級顧問となる。11月8日の投票日までの間、女性として初めて、 共和党大統領選挙対策本部長としての役職を務めた。ホワイトハウススタッフ、もう一つの事実発言 NBC の報道番組、Meet the Press 内のインタビューにて、前日のホワイトハウス報道官、ショーン・スパイサーのメディア批判声明に関する意見を求められた際、もう一つの事実という名言を使い、批判の的となった。トランプ大統領就任式の徴収者数が、 バラク・オバマ前大統領の就任式の徴収者数よりはるかに少ないというメディアの報道に対し政権発足以来初のホワイトハウス報道官による記者発表の席の冒頭でショーン・スパイサーが今就任式の徴収者数は過去最大のものであったとしてメディアからの質問を一切受け付けない姿勢を貫いた正確な数字を計り知ることは事実上不可能なものの 地下鉄の利用者数統計や数々の写真などから明らかに事実に反するであろうことをまして政権発足後初めての大やけの機会に発表したことに主要メディアは一斉に反発した。そういった報道官の姿勢の真意を尋ねられた等のインタビューにおいてコンウェイは以下のように返答した。チャック、この件はそもそもそんなに大きく騒ぎ立てるようなことではないのよ。 あなたは虚偽だというかもしれないけど、ショーン・スパイサー報道官はそれに対するオルターナティブファクツを示したのよ。インタビュアーであるトッドチャックはもう一つの事実とは事実ではない。それは単純に虚偽ですと返答した。保守的な日韓紙アメリカンシンカーはもう一つの事実は法律の世界では一般的に使用されており、ほとんどの弁護士に知られていると主張している。 しかし、ガーディアンはいくつかの法的なデータベースでこの用語を検索しても、その言葉はヒットしなかったことを指摘している。ボーリンググリーン大虐殺2017年2月2日、報道番組ハードボールウィズ・クリスマシューズとのインタビューで、テロリストの入国からアメリカ合衆国を守る大統領令を正当化するために、彼女はボーリンググリーン大虐殺と呼ばれる。 イラクのテロリストによって起こされたとされる事件を話題にした。しかし、それは実在しない虐殺事件である。ウェブサイトボックスは、コンウェイは、ケンタッキー州、ボーリンググリーンで二人のイラク難民が2011年に逮捕されたことに言及しているのではないかと指摘した。コンウェイは翌日、ツイッターで、 ボーリンググリーンのテロリストというつもりだったと自身の発言は言い間違いだったと釈明した。倫理違反疑惑と捜査2017年2月9日、報道トーク番組、フォックスフレンドに出演中、高級百貨店ノードストロームが売り上げ不振を理由に、イバンカトランプのファッションブランドの扱いを止めるという決定について話し合った。コンウェイは、 イバ化の商品を買いに行くように進めると宣言。続けて、それは素晴らしい品揃えだ。私も持っている。私はここで無料で宣伝させてもらう。皆さん今日買ってくださいね。オンラインでも買えますよ。と発言した。この後、二つの団体が、コンウェイの発言はいかなる連邦政府職員も、自身、家族、親族、友人の利益や支持商品、 サービスのためにその地位を利用してはならない。と定められた連邦法に違反していると正式な倫理訴訟を起こした。パブリックシチズンはコンウェイの発言がトランプ一族とトランプ政権の一部の関係者は利益相反を禁止する法律や規則をないがしろにし続けていることを反映しているとして政府倫理局に調査を依頼した。ワシントンの責任と倫理を求める市民は オーゲト、ホワイトハウス弁護士事務所に同様の苦情を申し立てた。同グループのエグゼクティブプロデューサー、ノア・ブックバインダーは、これは明確な違反だと述べた。憲法学者のローレンストライブは、ニューヨーク・タイムズの記事の中で、今までこういった事例は考えられなかったと発言。オバマ政権下の副大臣、クリス・ルーは、下院視改会革委員会委員長のジェイソン・チャフェッツに、コンウェイが、 違反したと訴え、また、バラク・オバマ大統領の下で、私が、ケリー・アイ・コンウェイがしたことをすれば、解雇されただろうと、ツイッターで発言した。イライジャ・カミングス議員もチャフェッツに対して、規律のためにコンウェイを紹介すると書いた。ジョージ・ W ・ブッシュの最高倫理弁護士、リチャード・ W ・ペインターは、コンウェイの発言が、法律違反だと考えているかどうかについては、言及しなかったが、 そのような行為は、ブッシュ政権では容認されていなかったと述べた。先週の出来事は、大統領、彼の家族、または、ホワイトハウス職員が、大統領としての公式の能力とトランプ一族の事業と意味ある区別をする意図はないことを示している。モーニング上への出演禁止婚礼は、様々な報道番組のゲストとして、自分自身の出演契約をすることで知られている。しかし、 2017年2月15日、MSNBC の番組、モーニング・ジョーは、彼女の出演を禁止した。番組の共同司会、ミカ・ブルゼジンスキーは、私は、彼女が、この番組に出演しようとしている事実を知っている。私はそれはしないでしょう。私は、フェイクニュースや真実でない情報を信じていないから、今まで見たテレビ番組に出演する彼女は何かが、変更的で、 間違っている。と発言した。番組の主任司会、ジョース・カー・ボローは、コンウェイの今後の出演禁止の決定は、大急ぎで、主要でない会議に基づいていると語った。コンウェイは、物事を大げさにしている。テレビの前では、自分の妥当性を証明するだけのことを言っていると、彼に対して発言した。2017年2月15日。 ワシントンポストの保守派コラムニストジェニファー・ルービンは、ウェイの今後のテレビ番組への出演は禁止されるべきだと同意した。最近、ジョージ・ステファノ・プロスとマット・ラウアーが彼女を直接攻撃して、本質的に彼女を嘘つきと呼んだ。それを考えると、どんな報道番組も彼女を出演させるのは無責任であり、彼女が情報を何も把握していないことを示唆している。 マイケル・フリンの辞任とテレビ出演の一時、停止コンウェイは2017年2月13日、国家安全保障問題担当大統領補佐官のマイケル・フリンが大統領の完全な信頼を得たと主張した。しかし、その数時間後、フリンは辞任した。翌日、コンウェイはフリンが退陣を提案したと主張したが、ホワイトハウス報道官のショーン・スパイサーは、 トランプ大統領が不倫に辞任を求めたと述べた。その後、コンウェイは、スパイサーについての否定的な話を、報道陣に漏らしたと報道された。テレビのインタビューを一週間も欠席した後、ホワイトハウスがコンウェイを外したと発表されたが、ホワイトハウスのサラ・ハッカビー・サンダース副報道官は、CNN マネーに対し、コンウェイは今週中に多く、姿を現しそうだと述べた。 その発表後、コンウェイは CNN のジャーナリストディラン・バイアーズに、その夜、フォックスニュースに出演すると主張した。彼女が保守政治活動協議会を議題にした、ハニティのエピソードに出演し、テレビからの1週間の不在は公式に終わった。退任2020年8月23日、コンウェイは家庭の問題を理由に8月末での退任を発表した。 コンウェイの夫はトランプ大統領の再選阻止運動を目指す政治団体リンカーンプロジェクトの共同創設者を務めており、また娘が親権解除を求めるツイートをするなどしていた。コンウェイは自分自身をジェネレーション X の保守主義者とみなす。コンウェイは1996年にプロライフについて私たちはプロライフ、タイジは私たちを打ち負かした。 私たちは、そのグラムで育った。私たちはそれを見ると生命を知る。と発言している。2017年には、命の更新の年次集会で演説している。コンウェイは、フィリピン人の母親を持つジョージ・ティ・コンウェイ3世と結婚している。彼は、2001年から、法律事務所ワクテル・リプトン・ドーゼンガッツの訴訟パートナーを務める。 夫婦には双子を含む4人の子供がおり、ニュージャージー州アルパインに住んでいる。2005年に、民主党の選挙やセリンダ・レイクとの協調、ホワット・ウィメン・リアリー・ウォント、ハウ、アメリカン・ウィメン・アーク・アイエットリー・イレーシング・ポリティカル、レイシャル、クラス、アンドレ・ i ジェス・ラインズ・ツー・チェンジ・ザ・ウェイ・ウェイライブを発表。ありがとうございます。